はい、どうもデッシーでございます。移動ありがとうございます。ファミコンジャンプ2ですね。ちょっとね迷走しているんですけれども、もしかしたらちょっとここの奥から行けるんじゃないかと思って来てみました。ここは、地下にはちょっとわけわかんない宝箱、わけわかんないというかまだ取りに行けない宝箱がありますね。で、ここの奥から出ることができたんですよね。あ、下ですかね。できたはずで、偽カリンがいたとこですね。そこに行けるので、ちょっと行ってみようかなと。そこからちょっと外に出てみようかなと思っております。そんな西の大陸って難しかったかなと思って、難しかったっていうか、どっから入るのかっていう問題だと思うんですよね。どこなんですかね。もしかすると別の大陸から歩いていくとかなのかな。ちょっとね。ですので、まあちょっとそれもね、今回その一環として、せっかくここで、ここまで来れる状態ですので、あ、でもここしかないですね。まあホイポイシップにして、ここはもう行けないですね。で、右とか行くと、またたび酒でしたっけ、またたび酒をおっさんがいるから、どうしよう、上2体倒しますか。で、前回もね新しい仲間にしようと思ったけれども、武器が足りないというね。悟空とタルト強くなってますね。これで倒せるんじゃないか。あら、残っちまった。で、しかも先手っていうか、向こう気づいてなかったっていうね。はい、ありがとうございます。でもこっか、行けるか、行けないか。じゃあちょっと違うのか、どうなのかな。一応ちょっと避けます。あ、大丈夫か。余裕でした。よし、OK、いけないですね。またたび酒を作ってくれる。その人がどこでした。まあそこにいるのは確実。こっちも何もないですよね。ここ、外行けないか。きついな。マジか、これ。ここの地下はなんかあったっけ。なんもないか。いやー、なんか見逃してることってありましたかな。ちょっと待ってね。ちょっと話聞いてこう。邪悪な存在、精霊の声が聞こえる。いや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 、ええわええわ。メッセージとかは変わってない感じですよね。友情、努力、勝利？さすがファミコンジャンプ、ジャンプですね。最強戦士が揃ったのはあんたが待ってるはずじゃ。そっちは待ちだけですから。これ、1、2、3、4、5。ちょっ
あれどこからどこが悟空でしたっけ。ちょっと行ってみようかな。ここは誰んとこじゃ。ちょっと待って、あのドラゴンレーダーでちょっと、ああ4つ集まってるところの右側ね。はい、まあ本当にドラゴンボール集めになっ、ドラゴンボール集めというか世界を駆け巡る感じになってます。戦闘員これ一番最初かもしかすると。戦闘員はピラフのとこにいましたね。ちょっと本当普通に攻略するっていう感じでね、私の動画なっておりまして、あのノー編集でやってます。これ本当全然見つからなかったら、あの見つかるところまでカットはしますけど、まだもうちょいお付き合いいただければと思いますんで。まだまだ大丈夫でしょう、おそらく。多分このね30分以内で見つけられます、多分。自信ちょっとないですけど、もうこの全体攻撃でエンカウントも全然全然というかあんま苦になんないでしょ。うん、そういうことにしておいてください。すいません、お願いします、お願いします。ここのサバ、あーここはジョジョか。ジョジョはそんなに、でこっちに来てって感じですよね、進み方としては。ここは一回は普通の変な車で通らせてもらって、下にホイポイカプセルの街が確かあったはず。ロックフェスは効かないから攻撃しないとダメですね。ケイ、ちっちゃい敵はもう攻撃、ここら辺の敵は一撃で倒せますね。これ隊列並び替えはしてるんですけど毎回違いますよね。どういう理屈になってるんだろう。戦闘だいたい20秒ですか。こっちはここターちゃん、あーターちゃんのとこですね。あーでもターちゃん、あ左行けるのかな。ターちゃんのとこは、お、ターちゃん言ってるうちにレベルが上がりましたね。レベル12になった。レベルどんぐらいあるのかな。99なんですかね。こっちは何もないのかな。出たー、あのあやつですわ、黒いやつ。あいつはちょっと手こずりましたよね。必殺効かないと。で目開くだけで攻撃、こっちのダメージ食らわしてきてくるんで、移動しなくても攻撃できちゃうパターンなんですよね。ああなるほど、なるほど。ちょっと迷った挙句これでジエンド。ちょっとこれをやりたかったんですよ、ターちゃんで。うん、ああそっか、ここ越えないとダメなのか。これめんどくさいっすね、これはめんどくさい。
じゃあやっぱ違うのかな。ターちゃんの次が誰？ああ、じゃあやっぱ違うのかな。ここは？これターちゃんとこじゃねえですか。あれ？あ、違う。これどこや？ああ、モモんとこか。モモんとこからの、確か船が出たんですよね。バーニングスライム、スライムベースか。モモンとこの南から船が出たみたいな感じでしたっけ。これ必殺効かないかもしれないんでちょっとやっとこうか。効いた。ちょっと前にプレイしたことがもう忘れてるっていう感じでね。いやー、なるほど。もうなんか大人にね、なるにつれてやばいですからね、記憶力が。ちょっと一回船旅してみますね。そしたらみんな記憶力とかどうすか？なんか人の名前がね、ここぞっていう時に思い出せないっていうね。うん、人の名前をここぞ、普段はすぐパッて出てくるんですけどね、呼びたい時に出てこないって一番最悪のパターンですからね。これが左行って、まあまあ南の小島のとこですよね、これは。ターちゃんとことジョジョのとこと、モモンとかちょっと上、北の方は探索してないんですけど、位置的には、まず大神殿がどこにあるのかよく分かってないですね。あれ？カリントってそもそもどこにあるんだ？てかクリリンのとこってどこから行ったんでしたっけ？ん？あ、ドリンドルのとこから行ったのか。地下鉄入ってって感じですよね。これどこまで行くねん。ここはなんかすげえ船着き場定見。あれ、あー、そっか、両津か。両津じゃない。あのライトクロス、タイソン。そうっすよね。タイソンのとこっすよね。でっていう話ですよね。これは、あれですよね。あ、なんか、氷のとこがある。あれ怪しいっすね。あそこ行きましたっけ？お、あ、やっぱこれ聞かない時ありますん、ね、ありますん、ね、あ、で凍らせて渡ったんだっけ、あそこ。もうダ
メージ食らわん、まあ食らってるんでしょうけどね、厳密には。よし、 OK。 これ北渡ったんですよね、凍らせて。ん？でここはあれ、あ、ここはまた誰かのエリア、左から行くのかな。なんかどんどん強くなっていくんですけど一応撃っとく。まだまだ倒せる。でここは南の島の左側のらへんっすよね。きれいに倒す。さんのとこでってことか。怖っ。あ、そうだ、ドラゴンレーダー見るって言って全然見てねえな。よし、最初が、ああもう左に来てる感じですよね、これですと。ああ、ちょっと待ってくださいね、ターちゃんのとこで左来て、ああ、ちょっと、そし大神殿に戻って、一回外出てドラゴンレーダー見ればいいんやな。それ最初からやればよかったんだ。そうそうそう、それ最初からやればよかったんですよ。これ最初からやってればもうちょっとね。あー、ここね。ってことはさっきの位置は左下、南西のあたりだったってわけね。この結構近くにあんな、これ取ってきちゃおうか。この多分この4つがさっきの4つですもんね。なんかここら辺にある感じでしたよね。おお、来た。これ時間がね、ちょっとね、かかるのがめんどくさいっすよね。最初こんなハートちっちゃかったんですよね。もうここら辺にある、ほら、あら、またさっきと同じ場所か、右上か、まあいいや。ちょっと一回戻ろう。でさっきの場所に精霊の指輪で、精霊の指輪っていうか戻るようにできれば。これツリーマンですよね。そうですよね。技効かないとちょっと厄介ですね。まあ倒しますけど。
ふいっす。ってことはさっきのところから北行けばいいのかな。ほう、なんじゃこりゃ。いやまあいいのか、ターちゃんとタルルートいるから大丈夫。よし、戻ってこれ一回外出ちゃったけど、さっきのところ戻りましょうかって出るのかな。あ、出た。全滅した時もかー、ダメやん。マジか。なんか道具とか開いちゃうとダメなのか。ポイポイカプセルとか使っちゃうと。さっきのとこ、りょうさんのとこでしたっけ。ちょっとまあそこら辺りから仕掛けていこうかなと。さっき左下から、下から入ったからちょっとここから行ってみましょう。いけるかな。ここりょうさんですよね多分。違う。あ、そっか、一回タイソン、はい、こっからいけるんじゃね。ここのいけねえか、いけるか、いけるっぽいな。いけましたね。あーでも、あーでも敵は普通か。まあ弱くはない敵なんで、まあ合ってるかなと。いやほんとね、第今ナンバー26ですかね、23あたりからね、ちょっとずっと、まあそんな人がいればの話なんですけど、ご覧いただいている方ね、本当にね、本当にありがとうございます。もうね、いい加減私も行きたいなと思っておりますんで、次のとこやばいぞこれは。おー、よかった。こいつらになってくるとちょっとやばいのか。よし、ただ今見た感じ、また浅瀬になってて入れない感じでしたよね。どうしよう。エンカウントがね、もうひどい。それにつきますね。この動画でもう30回はいかないか。でも20、もう20いくかいかないかぐらいですよね多分。それで、あー、ダメっすね。どうしよう。ここはりょうさんのとこ、あ、これは、あ、これは犬が逃げ込んだとこですよね。りょうさんの給料泥棒、給料泥棒っていうか、りょうさんが給料泥棒みたいになっちゃってますけど、りょうさんが給料を持ってかれて捕まえたとこですよね。いやどないせい中年。
ふう。そうっすね、北あたりからですよね。どうする、アイフル、ふう、多分これだと思うんですよね。これが右、あれ？これ右側が大神殿だと思うんですよ。あれ？これか？ん？ここ？え？こんな簡単？いや、これ悟空のとこじゃない？ほら、あー、なるほど、悟空のとこはここなんだ。いやー、ちょっとマジか。こんなむちゃくちゃでした？そうっすね、大神殿の上あたりですよね、これ。どう見ても大神殿が4つのちょっとあれですし、これどうやって、はここなんですよね、多分。なんかやってないイベントとかあるのかな。見逃してるってことはないと思うんですよね。まあ大体の、まあ今回はね、表面上は何にもないけど、私が大体の位置関係を把握できてきました。そこがまあ一番いい点かなと。あとエンカウントがガチで多い。まあ、レベル上げとかゴールド稼ぎにはもってこいですけどね。もうちょっと探索をしやすくしてほしいかなっていうね。体力毎回回復するから楽なんでいいですが、入れないですよね。多分ここだと思うんですよね。すげえ怪しいし、浅瀬全部囲まれてるし、ついにタコ一撃、タコ一撃、前から一撃でしたっけ。やばいな。いやーね、2歩で敵ですよ。これももうええんちゃうか。2回でもう片付けられる。これは無理か。これまだ無理だったな。アリゲーター、いやー、倒せたか。倒せちゃったよ。やばいね。それかもっと簡単なことを見逃してるか。いやー、どうなんでしょう。もうちょっとだけここの島回らせてください。それで真相が判明すると思いますんで。稽古着、ほら、一歩ですよ、一歩。ひどいでしょ。いやー、ひどいっすわ。もうエンカウント、こんだけやってると本当もっとね、ディスりたくなってきちゃうんですよね。
これ戦闘回数誰か数えてくれる人いますかね、30分で何回ぐらいだったかって。でてててててここまでしか曲聴いてないっていうね。そうですね、ちょっとどうしてもここ入れないですね。いやー、どうなってんだろう。で、ここで、ここ、りょうさんのとこですもんね。オッケーオッケー。あー、ちょっと待って。あー、いいや。そしたらね、記録取って、めっちゃ探索して分かりましたっていうところから次ね、やっていきますんで、次回はね本当よろしくお願いします。作戦記録、はい、本当に最後までご視聴いただきありがとうございます。テッシーでした。失礼いたします。